はい、よろしくお願いいたします。今日は一休さんと蓮如さんというお話をしようかと思います。一休さんと蓮如さんっていうのは仲が良かったっていう話はよく、こう知られている話なんですけど、見ていますと大体浄土真宗の方が、こういう話について語っているのが多いんですが、あまり禅宗系の方がこの一休さんと蓮如さんの話っていうのをしてないようなんで、今日はちょっとそんな話をしてみようかと思います。現在はですね、浄土真宗っていう言い方してますけど、この当時はどっちかというとですね、本願寺というような言い方をしていたようです。実際現在はですね、浄土真宗っていうのは一番数が多いですね、旧仏教の中で。本願寺派、西本願寺ですね、本願寺派の方が14,073か寺、大谷派の方が8,860か寺ということで、18,000教あります。ですが、東大に分かれているために、単独ではですね、曹洞宗が一番多いということになっています。曹洞宗が14,604か寺ということなんで、曹洞宗の方が一つの組織としては大きいんですが、全体的に考えれば俄然浄土真宗さんが多い。この時代、蓮如さんの時代ですね、蓮如さんの時代、本願寺は天台宗の聖霊院という、お寺の末寺になっていたようです。ですから、ちょっと本当に空前の灯火というか、そういう状態だったようです。今のイメージから見るとだいぶ違うような気がします。蓮如さんは、1415年生まれ、一休さんはですね、1394年生まれということです。ですから、年の差21歳ということですが、この一休さんに関してはですね、大徳寺では48世、海さん様から言うとですね、系譜で言うと5代目になります。それが一休さんです。蓮如さんと言われますね、本願寺の第8世であり、中高の祖と言われます。ですから蓮如さんの時代からですね、大きく伸びていったと、いうことです。いくつか有名な話がありますけど、その中でも一番有名なのが、親鸞聖人の200年恩期というのがありました。この時に、一休さんが、多宗派なんですけど、この法要に出席して、そこで、読まれたと言われる歌がですね、襟巻きの暖かそうな黒坊主、こいつの法は天下一なりというのがあります。要するに、襟巻きというのは我々五金とか言いますけど、こう白い子のこう首に巻いていて、で黒坊主では黒い衣を着てたということですかね。こいつの法は天下一なりという、なんていうか絶賛しているというか認めているというか、そういう話です。他にはですね、なんていうか蓮如さんがですのところにですね、一休さんが訪ねて、その後行ってみたらですね、蓮如さんがこう外出中だった。そこで一休さんはその部屋の中に入って待ってた。でそのうち眠くなっちゃって、部屋の中見たらですね、阿弥陀如来像がですね置いてあった。それを枕にして一休さんは寝ちゃったというんですね。阿弥陀さんをですね枕にするのとんでもないって普通になるんですけど、でそこに蓮如さんが帰ってきて言ったのが、俺の商売道具に何するんだと、こう言って、でも二人で笑い合ったと、いう話です。こうお互いなんて心の余裕というか、そういうのを持ってたと、そういう話かなというふうに思います。それからですね、大体その、こう回っていたところが、共通するところが多かったですね。片田とか、片田って滋賀県ですけど、片田とか守山とかですね、あと奈良県大和とか大阪の堺とかですね、ここら辺を回っていたんで、そこで接点があったのかななんていうふうに思います。で先ほども言いましたように、本願寺というのはですね、その時代はかなり厳しい時代であった。また世の中もですね、非常にこう乱れていたって、戦はありますし、疫病、そういうものも流行った。今では比べ物にならないような大変な時代だったというふうに思います。で一休さんはちょうどですね、その時代応仁の乱というのがありましたから、応仁の乱でですね、自分の拠点であるこの大徳寺が
燃えてしまうわけですね。でその後まあ、それを復興して一休さんが復興しているということなんですが、まあ、それを5年でやり遂げたといいます。まあ、こうバックアップしてくれたのはそれこそ堺の商人という人たちだったということなんですが、この話もですね、一休さんはこの応仁の乱の頃っていうとかなりのもう年になってました。ですから実質的には一休さんが自分で動いたというよりも一休さんのお弟子さん、こういう方がですね、まあ、一休さんのお寺だからということで、まあ、こう基金を集めてですね、まあ、復興していったということなんで、やっぱり私は思う、その立派な和尚さん、というのには必ず優れたこうお弟子さんがいたのかなというふうに思います。こんなまあ時代ですけど、このお二人に共通しているのは、なんていうんですかね、まあ、心の余裕というか心の持ち方とか、まあ、そういうものが非常にこうまかったというか、住みにくい世の中をですね、いかに心を砕いて明るい社会にしていこうと、まあ、そういう姿勢があったんじゃないか、まあ、そういう点でですね、2人とも何ていうかね、まあ、こう波長があったということがあったかなと思います。それとあとですね、まあ、これは一休さんのお母さんという方はですね、実際もう、いくつかの説があってですね、どれが本当か分かりませんけど、まあ、こう一説によると一休さんのお母さんは浄土系の教えを信仰してたということなんで、まあ、そういうこともあって一休さんはそういう浄土系に対して壁を持っていなかったのかな、まあ、そんなふうに思います。あともう一つ言うとですね、ある方がですね、ある絵描きに、まあ、有名な絵描きに馬の絵を描かした。でそれに、まあ、こう一休さんのところ持ってって三って、まあ、こうですね、その褒める絵を褒める、そういう言葉を書いてくれと、言ったら一休さんは馬じゃげなと、まあ、こういうふうに書いた。でなんだこれはと言って、その後それを絵をですね、蓮如さんのところに持ってった。たら蓮如さんがそうじゃげなと、まあ、こう書いたと、まあ、そういう話が残っています。ですから、まあ、2人ともですね、心のそれこそ余裕を持ってこんな時代をですね生きた、まあ、ユニークというか、こうユーモアのあった、まあ、そういうお二人だったのかなというふうに思います。まあ、そんなことで今日はちょっとですね、禅宗側から見る一休さんと蓮如さん、まあ、そういう話をさせていただきました。であとですね、今回新しい掛け軸にしたんですけど、これはですね、気は長く心は丸く腹立てず人は大きく己は小さくと、まあ、いう字です。で、まあ、これは言葉遊びみたいなもので、気というのを長く書いてですね、心を丸く書いて腹っていう字を横にしてですね、人は大きく己は小さくっていう字を書いた。で、まあ、まあ、下手な字ですけど、まあ、私の書いた字で、まあ、後ろに、まあ、横に書いてあるのはですね、大徳社門時計って書いてあるんですね。大徳社門って大徳寺の坊さんだよと。で時計っていうのは私の、まあ、道号というやつですね。よく言う例えば一休さんだったら、一休さんっていうのは道号なんですね。で一休宗純っていうんですけど、私の場合は時計宗信っていうんで、その時計という字を書いています。時計自体はですね、四季ですかね、にある通りおのずから景をなすと、まあ、いう言葉から来ています。景っていうのは、まあ、小道とか、まあ、そういう意味ですね。まあ、そのことについては前も話したことあるかなと思うんで、まあ、省きますけど、まあ、そういう言葉です。でそれあと下にですね、なんか不思議なものがありますけど、これは木に餅がついているものです。これは、まあ、千葉県の方がくださったんですけど、千葉県の、まあ、多分一地方なのかな、よく分かりませんが、自分とこの家の木に餅をつけて、それを後にですね、こう焼いて食べるということをすると、まあ、無病息災じゃないですけど、まあ、そういう意味合いがあるんだそうです。だからそれで、まあ、それをいただいたんで、まあ、ここにちょっと木についた餅なんですけど、もう飾っています。なんか見た方がこれ何の花だと言われたんですけど、花ではなく餅なんで、まあ、それをちょっとまあ紹介させていただきました。どうも本日もありがとうございました。